い、クジラクジラ。なんだね。人気急降下で解散説も浮上しているキング&プリンスいんじゃん。いるね。トラジャがデビューしたら解散かな。そんなことないよ、冠番組も始まったし。それはさておき、永瀬廉の映画が公開されたね。うん、よりによってオミクロン株が猛威を振るい始めた時期に公開しなくてもな。それはたまたまだから。ただ別の理由で公開中止になる可能性が浮上したんだよ。その理由は永瀬廉が原作へのリスペクトがないからよ。そうなの？台本はさすがに読んだみたいなんだけどさ、うん、原作を読んでないみたいなんだよ。そんなことある？永瀬廉ってそんなもんだよ。そうなの？映画関係者はプロ意識の低さを知らない人もいるんだけどさ、うん、今回の映画に向き合う姿勢は最悪で映画業界に広がったはずだよ。ってことは？よほどのことがない限りもう永瀬廉に映画の仕事は来ない。なんでそんなにプロ意識が低いんだろうね。それは生まれつきの病気が原因なんだけど、また別の機会に話すよ。ヘッドスパ予約の時間になったから。